はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイ。というわけでね、前回はちょっとうろうろしたんですよ、ここら辺をね。ここ適当にうろうろしました。で、うわ、ゾンビ来る。もう7時だからゾンビ歩くね、オッケー。で、今回ちょっとあそこが気になってね、どこだっけ？あれ？ここら辺の先じゃなかったっけ？そこ、あそこ。あ、でもなんか近づいたらちょっと違うかな。あそこが少し気になったんですよ。なんか、あ、キャンプがあるのか、やっぱり。キャンプがあるだけかな。ちょっとね、平地に見えたんで、行ってみようかなっていうのがあってね。多分、俺の予想だと、トレーダーは、平地を作ってからそこに構えられてるはずなんですよ。マップの生成上ね。だから遠くからその平地を探して、うわ、びっくりした 探して、そこを探していくっていうのが結構いいと思うんで、それをちょっと実践していこうかなと思ってるんですよね。で、それをやろうと思ったら、こっちやっぱ今、近づきたくないな、これ以上。地雷あったら嫌だもんね。絶対これ地雷あるでしょ。あれ地雷じゃない？こっちは上？当てきれないかな。当てきれないね。絶対あれ地雷だよ、俺。当たんねえわ。うわ、自分で 自分で当てといてびっくりするっていうバカだわ というわけで、あれは近づきたくないし、もう地雷回収できなくなったらしいんで、今回から。で、この先がね、平地に、あ、ゾンビさんがかわいそうなことになってる。どこだったんだ、俺が見た平地だろうって思った場所は。あ、ちょっとわかんなくなっちゃったかも。もしかしてここのことだったのかな。あ、ここっぽい。この場所だ、多分。じゃあ、外れか。外れっぽいですね。あ、残念。マジか。どうしよう。どうしよう。多分ここだよな。俺が今いるところだよね。あー、ないな、どう見ても。うわー、右から回っていくの遠い。こっち左から回ろっか。ね、そっちの方が多分近いわ。あー、悔しい。ちょっと見つけたかなーなんてドキドキしたんだけど、そううまくいかないな。つか道もないもんね。あ、道ってつながってましたっけ？あれ？トレーダーって道なかったんじゃない？あれ？あったっけ？あー、細いなんか道みたいなのがあったような気がする。あったような。あったね、多分。ありました。あ、しかも今日よく考えた、あれだ。サプライの日だ。どうしよう。サプライの日に海の近く、海つか川の近くいたくないな。やだな。水の中にサプライ落ちた。めんどくさいもんね、すごく。あ、あったんじゃない？あ、違う、あれ。あれ別だ。あれまた要塞だ。ほら。なんか今回よく見つけてない？あのアーミーベース。見てよ、ほら。あれも地雷あるのかどうか気になるよね。確認したいけど、確認するよ勇気がね。あ、クマさんおるし。確認する勇気がないよね。でもあれさ、気になるな。あそこ気になるよね、やっぱり。クマどこ行った？クマ、俺が行きたい方向に、どんどん近づいてってるんだけど。何がいるのか気になるよね、やっぱり。ちょっと遠回りに行ってみるか。クマさんをちゃんと居場所を把握しつつね。クマさん見失ったら結構痛いか。よいしょ。入り口どこだ？
向こう側が入り口かな、もしかして。そうだね、タワーが2個立ってるんで、多分こっち側が入り口ですね。あっちにも家がある。もしかして網ベースってこれのこと言ってたのかな。網ベースの近くのフォージュの家のなんとかのって、あ、フォージュの家ってもしかしてあれか、俺が前地下室にあれ作った家のことかな。まさかな。 俺が何あれみたいに出てこない、バイオハザードのお家みたいにさ、テーブルを置いてテーブルの下から上がってくるみたいな、まさにあれを組んだ気がしますよ。ゾンビが湧かないんだけど。うわ、硬いっつうか重い、絶対湧いた今。見えないね、ゾンビが見えないっていうのが一番怖いよね、こういう時。いるはずなのに。あ、来た。あ、来た。あ、違う、待って、これやばい。これやばい。よく考えた、俺。ここ前近づいた時、犬の声がした気がする。犬いるんじゃない？あ、やべえ、もう逃げよう。嫌だ。しかも、なんていうの？あの服の、防護服のやつさ、高く売れるんでしょ？悔しいな。防護服のやつ売りたいわ。あ、お家発見。でもこれ、フォージュの家じゃないよね。多分、フォージュがないって言ってたぐらいだから、予想だと、フォージュの家でフォージュがないんだと思うんだよね。で、井戸があって、井戸があってどうなるんだろう。だね。あ、これフォージュの家だ。やばいぞ、これ。これ条件揃ったぞ。フォージュの家で、フォージュがない。じゃあこの家の中入ってフォージュがなければ、もしなければ、条件は半分揃います。違う、全揃いだ、全揃い。で、外に井戸があったらもう完璧。ここが隠しのハウス。本当か、から開ける。 もうだいぶ俺半信半疑だけどね。でもアミーハウスは確かに確認したいから俺行きたいんですよ。アミーハウスっていう、なんていうの。シェルターっていうのは、なんていうのかな。シェルターでもないかな。なんか隠しみたいな。あ、これ食べよう。いいといいと。ちょっとね、砂漠離れてから食べ物が不安が感じてるんで。条件揃ったぞ。ここに井戸があったら完璧だぞ。確か井戸っつってた気がするんだよな。井戸なんかないな。井戸なんてないよね。とりあえずこの家の床を剥がして歩くか。どうした？ああ、もうこういうのやめて、ほんと欲しいから。まあいいや。さあ、フォージがあるのかないのか。てる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 ーん、あるぞ。フォージあるぞ。いや、この家じゃないのか。ピストルブック。いいね、ピストルブック来たね。ピストルブック来ましたよ。つまり俺はピストルにあれをつけれるようになる。ドアいちいち開けなくていいから、ここ開いてるから。そう。やばい。ドキッとした。秘密、秘密、秘密。ドキッとしたな。秘密、秘密、秘密、秘密。当時普通にあるやんけ。お、いいね。どうしようか。はあ、こんなすんなりフォージュあったらダメだな。条件何も揃ってないじゃん。これ違うのかな。ただのフォージュハウスってことかな。ちょいと悔しいけど。とりあえず一周してみて、床一枚抜いてみてもいいかな。床一枚抜いて、様子見て考えよっか。まあテーブルでしょ。
テーブルの下抜いてみればわかるでしょ。絶対違うな。もっとこのゲームは明らかにわかるような場所に置くから、なんかそういうのって。あ、土入ってるし、もっとなんかそれっぽい雰囲気にするからね、このゲーム。ちゃんとスイッチ置いてみたり。スイッチないな、絶対。絶対新しい建物だもんね、普通やるなら。古い建物使わんって。うわ、あぶねえ、足折れるかと思った。ただね、あ、サプライドロップって今日じゃなかったっけ。まあいいや、まあいいや。この家じゃなさそうですね。ちょっとこの上の屋根って登れたっけ。登れないか。この家の近くにもう一軒ぐらい家ないかな。ないよね。ベースってどこ。ベースこれか。あ、これ離れすぎだもん。これはさすがに、これ違うわ。井戸もないし。つか俺、井戸ってあのセトルメントでしか見たことないもんね。後ろ見てみる、家の。いや、この家じゃないわ、絶対。この家じゃないっす。ちょっとへこんでるけど、そんなもんだと思う。これじゃない。別の家があるんでしょう、きっと。この基地の話してないかもしれないし。もしかしてこの基地の中かな。中だったらちょっとアウトだね。で、実は今日ちょっとね、諸事情により取りやめしないといけないんだよね。一日分は。最低でも一日分は。なんで、もうこれの動画の反応見た頃には私はここにいないっていうね。これで見つけきれなかったら。ちょっと悔しい。ああ、ここの下掘りてえな。地雷なかったよね、この建物って。ないね、地雷。入るか。うわ、入るための道具だ。ゾンビに開けてもらおう。これスクラップして。棒。クロスボウって、動画あれば作れるな。でも矢がないんだよね。多分大丈夫。ほら、開けてよ。開けてよ。やべやべやべ、怖え。怖えぞ、ここ。開けろ。これ入れろ。やべ、怖え。入れろと言いながらめっちゃビクビクしてるのは秘密にしといてくださいね。ここ、さっき、つか前回これ近づいたとき、犬の声したから俺めっちゃ怖いんですよ。あ、待って、今なんか。チラッと光ってなかった、奥で。つかゾンビの数多くね。とりあえず昼だからまだいけるけど、俺スナイパーライフルで撃たれるとかないよね。つかゾンビの数めっちゃ多くね。本当にいいのかな、俺まずいことしてる気がしてきた。やめよう、やめよう、やめよう。開いちゃった。これでしかもフリージングしてるし俺。あ、いいね、いいね。あ、いいね、いいね、いいね。食べる。フリージングしてると。あ、ちょっと待って、俺今、すごいこと思いついたけど、ダメだ。クロスボウ作っても矢がないんだよ、俺。ないというより、作れないが正しい。ハザードパンツだって欲しい。欲しい。ハザードパンツ欲しい。ハザードパンツ欲しい。ちょっと待って。よし、倒した。ハザードパンツ欲しい。ハザードパンツ欲しい。ハザードパンツ欲しい。ハザードパンツが欲しい。いっと。
お、ウェア、めっちゃいいじゃん。あ、ちょっとスカートと交換かよ。これはつらい。これはつらい。今から暑い地域行くとしたらスカートは脱がせないし。え、ちょ、死体が消えちゃった。消えちゃった。マジか。どうしよう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 。うーん、これスクラップ、これスクラップで、これはいいでしょ。ちょっとここ浅いかいよね。よいしょ。どうしよう。何を入れたの。じゃがいもの種か。じゃがいもの種か。セットルメントで売ってたよね、じゃがいもの種。売ってなかったっけ。ドリンク売ってなかったかな。アセンブリできるけどもめんどくさいからいいや。うわ、9ミリアもこんなに来ちゃった。困るわ。矢が3本しかない。嘘だろ。あろ、それまずいって。あ、マジやべ、あ、マジやべ、これやばい。あ、リアルそろそろやばい。いろいろリアルそろそろいろいろやばい。あ、あっちいい感じに壊れてる。あ、でもここじゃなさそうですね、この感じだと。開けるだけ開けてみるけどさ、この感じだとここじゃないね、シェルター追加されたの。もうちょっとなんかちゃんとした建物として追加されて、今まで見られないのがあって、それが多分シェルターっていう形になってるんだと思う。ちょっとね、俺ね、トレーダーがね、見当たらないって言われてから、トレーダー探すことしか考えてないんですよね、本当に。こんなとこに、こんなとこうろうろしてるのがもったいないと思うぐらい、トレーダーを探したい。実は。7日目までにトレーダーを見つけてやりたい。お、たまたまたま。あー、10ミリはいらん。10ミリはいらん。俺、10ミリ撃てないから。あ、スカートが出た。あ、いいね、白いスカートだよ。ホワイト。なんかいいヘルメットとか出ないかな。あ、しまった。クオリティ上上げときゃよかった。いや、あ、バンダナ使ってなかったんだね、俺ね。人間の水、肥料の材料。鍋持てるな。鍋持てばよかった。いいと。よいしょ。無駄に使ってメディカルのスキルを上げます。うち取れないんでもういい。する。なんもないかな、本当に。よっしゃ、お待ちかねのツールボックス開けて。わお。銃来ちゃった。どうしよう。弱いからいっか。もう分解しちゃうか。分解分解スクラップ。スクラップってこれ。ディスアセンブリー。ちょっと待って。たま取ってくれてないでしょ、あなた。取ったのかな、わからんけど、まあいいよ。いや、これアンタッチドだ。いらない。でも持てない。もうインベントリーがいっぱいすぎてね。見るもの見るもの、つらい。漁るのが辛い。いいのが出た時の判断ができないから、俺そういうの苦手だから。今度こそ叩いていいんだよね、アンタッチドって出てないから。うよっ。あーあーあああ、スクラップ。スクラップ、悔しい。そんなんスクラップしたくないけどな、本当は。普通に持ち帰るコースのやつなんだけどな。あ、隣のフォージもさ、やっとけばよかったね。あ、これ厚み出てる、蓋に。あ、まあ絶対違うだろうな。うん、多分俺の見た感じではここではないですね、シェルターは。ちょっと期待したんだけどな、だいぶ期待したんですけど、多分違います。
どうしよう。マジどうしよう。うーわ、何これ。スクラップで言うの。スクラップできねえじゃん。スクラップ。じゃあもう諦めてあっち行きましょう。あれ、こっちでいいんだっけ。多分いいよ。多分合ってるよね。こっちだよね。こっちから水たまりのこっちから回っていくっつってたんで、俺。やっていきましょう、もう。ダメだ。心残りはもう一個のフォージをばらしてないことぐらい。まあ、どうせ、フォージの家また出るでしょう。なんだマップだし。すぐ出会うさ。ワークベンチとか欲しいな。ケミカルステーションも欲しいな。もしかしてさ、あの薬屋さんにケミカルステーション置いてあったりしねえかな。それだったらちょっと俺薬屋さん寄らなかったことを後悔するよね。うわ、こっから回り込まないといけねえじゃん。もう回り込めなくね、これ。無理だ。水たまり無理だ。じゃあ、あの山目指すか。あの山目指して、あっちなんか建物あるぞ絶対。バッテンの道がある気がする。行くか、仕方ない、行こう。こういう見落としたところにあれがあったら辛いから。あ、違う、あれもうトレーダーかと思って、あのなんか木が、ほら。あ、違う、あれ山だ、行って。あ、サボテン帰ってきた、ラッキー。おっと、雷、雷落ちるぞ、これ。稲光りしたんで、ボーンって落ちるぞ。落ちないね。ちょっと木切りたい、俺。木切りたいじゃない。石取りたい。矢がね、足りない、絶対。これ、やばい。こんなんいらないから。石、石、石。よく考えたら、俺、やばいんだって。フェラルじゃない。ゾンビに対抗しようの。矢が13本しかないから。マジやばいから、ゾンビに。今から夜歩くとしたら。せめて70本ぐらいはないとね、心が落ち着かない。スパイククラブがあればちょっと話は別なんだけど。スパイククラブないし。よし、ナイス。ほら、こんなに殴らないといけないんだよ。無理じゃん。夜こんなんやるの無理じゃん。そういえばユッカプラント食べてスタミナ回復するっつってたね。あ、ほんとだ、10回復しますね。気づかなかったな。そういう回復の仕方もありだったんですね。全然。うわうわ、右、ちょっと今正面のババアは拾われて、お姉様は見てたけどこのでっかいおじいさんは見てなかったわ。あれ、なくね？しまった、俺、無駄足か、完全。完全無駄足っぽい。え、道あったじゃんね。なかったか。なかったのっぽいわ。俺の勘違いっぽいわ、あれは。あー、どう見てもないっす。ないっす。これ勘違いでした、俺。結構遠くから判定するの無理だな。あれ、街じゃない？適当だわ、もうそこらじゅう砂漠だね、あれね。でもね、砂漠はそれはそれでいいや。ほいっと、おっ、おっ、あっちなんか妙な段差があるぞ。あ、またアーミーなんとかあるじゃん。アーミーの近くの小屋ってある。あ、もう今回24分プレイしてるんで、今回ここで終わりたいと思います。で、次回この近くに小屋があったらちょっと見てみようか。なければ、スマホスルーしてまた次の行きたいと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。よろしかったら次の動画見てください。動画の下の説明欄にプレイリストありますので使ってくれたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をしてくれたら嬉しいです。セシカでした。